これから説明するのは、小児に対する胸骨圧迫の方法です。小児の胸骨圧迫の部位は、成人同様、胸の真ん中、胸骨の下半分です。まず、胸の真ん中に片手の付け根を置きます。肘をまっすぐに伸ばし、手の付け根の部分に体重をかけ、真上から垂直に圧迫します。小児の体格に応じては、重ねた両手で圧迫します。小児の胸骨圧迫において、胸の厚さの約3分の1が沈むくらい強く押す、1分間に100回から120回のテンポで速く押す、中断は最小限に絶え間なく、圧迫の合間はしっかり戻す、ということがポイントです。それでは映像をご確認ください。